ピーチ姫はジャンプ後にこういう感じで少し浮くことができるんですよね。せっ、おお、あ、これ上じゃない？はい、上上上、上を通ってコインゲット、はい、そしたら下ですね。はい、下を通ってタイムをゲット。皆さんこんばんは、 MK です。スイッチ版スーパーマリオ 3D ワールドパート9やっていきましょう。今回はワールド3の4ラブリーガーデンからやっていきたいと思います。そして MK さんの記憶が正しければ、確かここはピーチ姫じゃないと押せないスイッチがありますよね。ですのでピーチ姫に変えて進んでいきましょう。ピーチ姫はジャンプ後にこういう感じで少し浮くことができるんですよね。ですのでこのテクニックもうまく使ってやっていきましょう。そして MK さんのもう一つの記憶が正しければ、確かここにグリーンスターが1枚あったはず。 OK、 とりあえず1枚取ることができました。多分ピーチ姫のスイッチのところはハンコですので、ハンコは どこにあるかなんとなく分かっております。あとはグリーンスターだけですね。一つはまずこのウサギが持っていることでしょう。なんとか追いかけていきますよ。そう、ピーチ姫は4キャラクターの中で一番足が遅いんですよね。ですのでウサギに追いつくのも一苦労だと思います。 OK、 なんとか取ることができました。そしたらおっと、そこにタイムがありますね。なんとかプラス10秒していきましょう。そしてピーチ姫じゃないと押せないスイッチを OK、 なんとかハンコをゲットすることができました。そしたら待てよ、あと一つのグリーンスターはここか。ちょっと最後の最後いけるかかなり怪しいですけど、頑張っていきましょう。これってさ、スターで全部の敵を倒さないとダメってわけじゃないですよね。多分最後の最後にどっちみちグリーンスターはあるかと思います。はい、ここ最後取っていきましょう。 OK、 そしたら待て、残り38秒、まあ大丈夫っぽいですよね。はい、じゃあ、おお、なんとか着地。はい、ここじゃあ連続連続連続でコインを取りまして、あとはゴールするだけですよね。あれ、待って、どこまでいける？コイン取れすぎじゃない？え、なんか、え、待って待って、あ、これ何、無限に取れる感じ？時間ギリギリまでやっていい感じ？じゃあもうギリギリまでやる。おっと、今隠しルイージが出てきました。はい、じゃあ時間ギリギリまでやって最後の最後上取っていきましょう。素晴らしい。え、無限とかあるんだ。無限のハテナブロックなんて初めて聞いたんですけど、まあ 3D ワールドの頃からあるんでしょうね。 MK さんは知りませんでした。はい、ということで、おっと、ちっちゃいピーチ姫のハンコをゲットしました。そしたらもう一ステージいけそうですね。頑張っていきましょう。あとは前回やらなかったキノピオ対、うーわ、前回やらなかったキノピオ隊長もやりたいけど、先にじゃあトウセンボカメック倒していきましょう。せっかくだからこのままピーチで進んでいきたいと思います。よし、トウセンボカメック、待てよ、ピーチ姫だと、おーろろろろ、ちょっとジャンプ、あ、ジャンプのこの浮くのは強いんですけど、走る速度がね、さっきも言った通り遅いですので、そこだけは気をつけていきます。 OK、 と言ってる間になんとかトウセンボカメッククリア。ピーチ姫かわいいよね。なんかこっからファイヤとかタヌキとか猫とか、こういろんなね、コスプレというか、いろんな姿のピーチ姫が見れるかと思いますので、そこのところも楽しみにしていきましょう。はい、そしたらこの先のステージ何があるんでしょうか。頭に杖が今乗っていましたが、そこ行く？いや、先にキノピオ隊長行こうか。よーし、じゃあ土管を通ってキノピオ隊長をクリアしていきましょう。こんにちは。今回でここでグリーンスター5枚プラスできそうですね。いや、そう、キノピオ隊長 MK さんめちゃくちゃ得意なんですよ。前も言いましたけど、MK さん、 MK さんじゃない。MK さん、すすめキノピオ隊長の、実況、スイッチ版ですね、完全クリアまで実況してるプラスダウンロードコンテンツのね、特別編も全部クリアしておりますので、まだ見てないという方はぜひ概要欄の方からご覧ください。はい、まずはじゃあここの下ですね、グリーンスター取っていきましょう。キノピオ隊長はジャンプしたり攻撃したりということはできませんので、敵をうまく避けて進んでいくしかありません。そしたら今度はここか。はい、ここの穴を通ってキノコがあるけど、まあそれは念のため取っておきましょう。あそこのサメに当たったらちっちゃくなるので、ちっちゃくなったら取っていきたいと思います。はい、そしたらここぐーっと上に上がって、え、待てよ、そこの真ん中にあるグリーンスターはどうやって取るんでしょうか。上から落ちるしかなさそうですよね。はい、ここぐるっと回って、ほら、いけない、え、待てよ、あ、なるほど、下に落ちるのか。そこで、うわ、むずいこと言うね、落ち着け。え、ここってさ、真上で、あれ、待て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 、そっち側から落ちないとダメですね。はい、じゃあぐるっと回ってここから落ちていくと。はい、でまたここを水の中、うわ、なるほど、うまいな。
そのサメが上でも下でも攻撃してくるんですね。ちょっとそこは気をつけないといけない。はい、そしたら透明度感をピューッと通って上に行く。そう、水に入っている時と入っていない時でも若干 BGM が変わるんですよね。おっと、あ、なるほど、水位を上げるのか。水位を上げてさらにサメに当たらないようにそこを通らないといけない。天才か、任天堂さんのこのステージ作り天才か。下でも上でもサメを気をつけないといけないというね、水位を上がることも見越しての発想なんだと思います。はい、 OK。 なんとかグリーンスター5枚集めることができました。よーし、じゃあ今度こそ次のステージ行く。いや、ハンコ1個取ってないところあるから先そこ行ってもいいな。そこ行くか。なんかちょっと今回はたくさんのステージクリアする形になってしまいますけど、まああのね、ガンガン進んでいくのはいいことなんじゃないでしょうか。ということで、キノピオ隊長のステージはクリアしました。そしたら、ハンコのステージありましたよね。まあステージというか、なんというか、ただハンコをもらえるだけのエリアなんですけども、こんにちは。はい、ハンコくださいな。今回はどんなハンコなんでしょうか。泣いてる、泣いてる黄色い妖精さんのハンコをゲットすることができました。あ、前回っていうか、あの1個前のワールドで助けた妖精のハンコがもらえるみたいですね。ワールド2にあったやつは、緑の妖精のハンコでしたし、ワールド3のやつは、黄色い妖精のハンコでした。よーし、じゃあ今度は3の5土管の入り江やっていきましょう。ピーチ姫でいいかな。待てよ、キャラクター変える。いや、いっか。とりあえずピーチ、あー危ない、いや、危ない、ベベ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 ベ、危ないな。ちょっと待てよ、ピーチ姫大丈夫か。あれ、なんかある、こっち側になんかあるとか。おお、なんかあった、ほらグリーンスターがあるわけではないか。ちょっと待てよ、ちょっと慎重に見てった方がいい気がする。ここ上とか、いや、なんもないな。グリーンスター、あ、ガマネーがいました。ヒップドロップして倒して、あれ、ヒップドロップして倒していきましょう。 OKOKOK。 ガマネなんとか見つけることができましたね。はい、そしたら土管の中に入りまして、今度は、お、なんだ、あー、なるほどなるほど。うわ、そこ上行きたいな。猫だったら、あー、ピーチ姫無理か。猫だったらいけそうだけど、あー、無理っぽいな。そしたら、うわー、ランダム。できるだけいいやつが欲しい。うわー、やばい。大変なことになってしまった。 MK さん、ちょっとキノコしか今も、あ、でもあれは持ってるな。危ないよ、これ来る、こっち来る、こっち来る、危ない危ない危ない。危ない。タヌキは持ってるので、いざとなったらタヌキでやっていきましょう。うわ、なんもなくね。え、大丈夫か。はい、ここ透明土管を入って、え、なんもないぞ。はい、透明土管通って、え、それだけ。はい、この中からは、うわ、変身アイテムは、変身アイテムなんもないんですけど、ちょっと待ってちょっと待って、フグ万年に気をつけつつ、あ、この上でしょ。絶対この上でしょ。はい、 OK、 グリーンスター1枚ゲットすることができました。さらに上はないか、大丈夫か。あ、ないっぽいな。そうですね、カメラが切り替わらないということはないんでしょう。はい、そしたらここ下に行って、あとはハンコとグリーンスター2枚か。待てよ、え、おお、あ、これ上じゃない。はい、上上上上を通ってコインゲット。はい、そしたら下ですね。はい、下を通ってタイムをゲット。うわ、これ沈没船とんでもなくリアルでしたね。はい、そしたら中間ポイントゲットしました。あとは、待って、パワーアップアイテムが欲しい。お、これはヒップドロップからの、落ち着け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 、やめて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 、オッケー。ファイヤーフラワーなんとかゲットすることができました。これ、うわ、待って、目、待ってよ、ちょっと。せっかくファイヤーフラワーの可愛いピーチさんを皆さんにお見せしようとしたのに。まあそれはまた次の機会にしましょうか。じゃあ、うーわ、やらかした。今上かな、ちょっと待って、上っぽいな。下って書いてあるってことは上なんだよ。任天堂さんというのはそういうもんなの。 OK。 はい、とりあえずここでまたハンコゲットしました。これは、お、砲台だ。これ持ってく必要、あー、なんかあった、なんかあったぞ今。待って、なんかあった、なんかあった、なんかあった。砲台ゲット、砲台でこれ叩こう。あー、キノコか。キノコは意味ねえな。待てよ、危ない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 よ。砲台維持してこう。なんか砲台からスカートだけ出てるの、おか、あー、そこか、なるほど。待て、落ち着け、まずは落ち着いて敵を倒していく。敵にやられたら元も子もないですからね。はい、そしたらここを壊して、 OK。 金色とか、待てよ、その前にじゃないか、その前にこっち側も壊してった方がいい。大丈夫、大丈夫か。よし、じゃあ入ろう。
多分その中にグリーンスターがあるんだと思います。はい、中に入ってこんにちは。え、終わった、あった、オッケーオッケーオッケー。はい、ここでコインゲットして、コインゲットして、グリーンスターゲット、オッケー。いいですね。その下の秒数いる？いや、いらないな。234秒もあるからいらないでしょう。よーし、じゃああとグリーンスター1枚なんとかゲットしていきたいと思います。どこにある？グリーンスター？待て、ありそう、あ、その上でしょう。MK さんは分かってしまった。ここの上ですね。はい、透明土管に入って、どこまで行くんでしょうか。この中か？ほい。え？ないぞ。グリーンスター、あったー。あ、そして上にも何かありました。いいですね、いいですね。とりあえず、ハンコとグリーンスター3枚ゲットすることはできたので、あとはゴールするだけでしょう。はい、プラス10秒ゲットして、土管の、あー、ガマネーいたのに。ガマネーいたのに。まあいいや。よーし、じゃああとはゴールしていきたいと思います。ピーチ姫だったら世の言う。そう、ピーチ姫だと空中飛ぶことができるので、どこのステージでもゴールドフラッグは簡単に取れそうですね。ということで、なんとかコースクリアしました。いや、ピーチ姫可愛いね。やっぱりテンション上がるわ。ということで、今回ゲットしたのはプクプクのハンコ。若干地味ですけど、まあまあまあ、確かに入江っぽいっちゃ入江っぽいですね。よーし、じゃあ今回はこれぐらいで終わっておきたいと思います。次回はその土管の先と3-6か、頑張っていきましょう。ただ3-7でした。3-7頑張っていきましょう。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。